ついに開幕した BMAX グランプリフォースシーズン。その先駆けとなるエディオン BMAX グランプリプレミアム in エディオン日吉。この大会の上位3名は全日本選手権の出場権が得られるとあって、会場は熱気ムンムン。多くのレーサーが全日本選手権、そしてその先のワールドカップを目指して熱戦を繰り広げます。今大会のルールをおさらいすると、レースは並んだ順に3名ずつで行い、各レースの勝者1名のみが勝ち上がるミニ四駆公式大会と同じ方式が取られます。改造のレギュレーションはもちろん BMAX、 基本無加工ポン付けのライトチューンを施したマシンたちが超高速レースを繰り広げます。エディオン日吉で BMAX グランプリプレミアムのオープンクラスを始めていきます。皆さんよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。そうですね、このまま行けば、まあ、いいところまで行けるかもしれないですね。濃すぎる、濃いよ。まだ現地食べてなかった。Thank you.
ックス BC プレミアムエディオン日吉県大会の決勝戦参りましょう。それではお願いします。スイッチオンスタンバイ、シングルエミー終了。ありがとうございます。ありがとうございます。あのみんなとこうシューマイレース、フォースラボでだいたい毎週火曜日にシューマイレースっていうのをやってまして、あの某崎陽軒っていうところのシューマイをかけたレースをしてますのであのBMAX メインであのレースやりたいと思っているので、皆さんぜひあのラボの方に来ていただければと思います。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。本当に最後ものすごいギリギリのいい勝負ができて、ちょっと盛り上がりだったので、そこがすごく良かったかなと思います。ありがとうございます。ありがとうございます。あの唯一コースアウトしてしまって大変悔しいです。じゃあ次は次です。頑張ってください、ね、はい、ありがとうございます。この上位3名が今回全日本選手権の出場権を獲得しました。今後も全国各地のミニ四駆ステーションで行われる予選会やエディオン BMAX プレミアムで全日本選手権の出場者が決まっていきます。アルディチャンネルでは各地の予選会の様子を積極的にお伝えしていこうと思っていますので、どうぞよろしくお願いします。そして私自身、一レーサーとして全日本選手権の出場権をつかめるよう全力で BMAX を頑張っていきます。ロードトゥーワールドカップ。今回もご視聴いただきありがとうございました。この動画が面白かった方はグッドボタンを、そしてチャンネル登録をしていただくととても励みになります。これからもアルディチャンネルをよろしくお願いします。